ここは地の果て泣かされておで。皆さんどうもこんにちは、ドラキチです。はい、ちゅうことでね、まあね、ご覧の通り、本日ね、このね、ザブングルキットをね、買い求める旅に出てましたね。はい。でね、まあ残念ながらね、まあ一番人気と歌われる、まあなんだ、ガンダムで言ったら、あのドムがだいたいキット一番人気じゃないですか。で、ダンバイシリーズはドラムロで、ザブンヌルは多分クラブタイプなのかな。わかんねえ。毎回俺のイメージだよ。毎回俺が買えないイメージが、ガンダムだとドム、ダンバインだと、ドラムロ、ザブングルだとクラブタイプなんだけど、今回まあ普通にクラブタイプ買いたかった。うん。まあ諦めじゃないけどね。諦めじゃないけど、どっかにまだ在庫あるはずだから探すけど。うん。でね、買ってきたんだよね、今日。ガンプラね、やばいね、日に日にやばいね、日に日に減っていくね。あの某模型で行ったんだけど、今日某有名チェーン模型で行ったんだけど、あまりにもね、ガンプラがなくてね、来た若い兄ちゃんがね、下打ちしてましたね。うんだよ、ガンプラ全然ねえじゃねえかよつってさ。でもね、そこで下打ちする兄ちゃんね、人生損してるよマジで。ガンプラ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 言ってるやつらは、ガンプラ以外にもいいキットあるんだぜ。うん。で、この境界線キットあるじゃん。工業系デザインのコンセプトを加えたというね。うん。で、まあ確かに言われてみればそうなんだよね。うん。大手製造業とかの、ロボットあんだよ。アームのロボット、ウィーンガシャン、ウィーンガシャンみたいな。確かにこんな雰囲気なんだよね。こんな雰囲気なの。言いたいことはある。言いたいことはわかるけど、元祖工業系の、デザインをコンセプトに加えたものと言ったら当然こいつらでしょ。本来。ねえ。こいつら差し置いてそれ名乗れんのかと。言っちゃっていいのそれバンダイさんって感じでね。うん。まさにこれこそ工業系のデザインじゃないですか。ザブングル。ねえ。ちょっと一個一個ずつ見ていきましょうね。はい。ではね、ざっとね、レビューをしていきましょうか。まず最初はこれでーい、ドン。ね。ダッカータイプですね。うん。これかなり値段上がったよね、これ。もともとこれいくらだろう、これ。これいくらだったの ?500 円とかだったんじゃないかな。500円が800円になったのかな、確か。まあ、しょうがないね。ガンプラと違ってさ、数出ねえからね。高くなっちゃうのはしょうがないよね。うん。だからね、工業系デザインのアプローチを加えたって言ってるけど、まあこれだから、半端なんですよ、俺の中で境界線来て。このくらいやってくんねえと、うん。工業系デザインをさ、ね、コンセプトに加えたって言うんだったら、顔とかねえからね、本来。顔とかねえよ。うん。ギリギリ手入れんじゃねえ。工業系デザインをコンセプトに加えたって言ったら、これ。手入れんすごくない?これ。これ、あの時思ったの、ダブローの、適正力見た時に、手入れ見た時に真っ先にブルドーザーか戦車を思い浮かべたんだよ。うん。だからこれ、ティーレン、これが多分ね、工業系デザインをコンセプトに加えたって言うんだったら、これが多分完成形だと思うよ。うん。境界線機とザブングルの間ぐらいじゃないこれ。うん。ザブングルも、境界線機もまあ、行き過ぎなんだよね。このくらいが一番いいかもしれない。うん。まあいいや、うんちくは。はい。これね、ダッカータイプだけど、これ、ラインナップ一番っていうのはすごいよね。ね。うん。でもほんと高いよね。でもね、山積みだったけど、結構飛ぶように売れてましたね。嬉しいね。うん。こんな感じですね。まあ、色はね、別に、ガンダムみたいにね、決められた設定はねえからね。うん。まあ、好きに塗ったっていいんだよ、こうやって。うん。ほらね。で、一応今はね、ポリキャップないんですよね。うん。ポリキャップないから、関節がまあすぐ下手っちゃうよね。うん。いや、結構時間かかるかもしれないな、これ。で、次はこれで、ドーン。ガバメントタイプ。これも顔、まあ、基本的になんか、ガンダムとかとはまあ、一線を画するデザインですね。うん。あ、今回ガンプラねえかもしんねえけど、ちょっと、こういうの買ってほしいですね。うん。
まあ、この富野さんだからね、これ。ガンダムの。ただ時期が被ってんだよね。次はこれでドーン。これな、これだけはもともと持ってたやつだから。うん。あ、確かにザブングルやってた時ってね、ガンダム3部作と、イデオンと、ザブングルが確か制作時期が、なんか微妙に被ってたような気がするな。あの時はね、富野さんタレントだったと思うよ。うん、3作品ぐらいなんか準、なんか作ってたり準備を始めてたりとかで、うん、ガンダム劇場版、イデオン、ザブングルが結構仕事が被ってたはずだから。お次はこれだドーン。これすげえね、これね、144もね、100も出来が一番いいんだよね、これ。うん。今見てもね、すごいいい出来だよ。ただ、ごまかし効くからね、デザイン的にね。まあね、主人公のザブングルが一番ひどいんだけどね、出来的にはね。これすごいいい出来だよ、これ。うん。これ100分の1はもっと出来いいかんだ、これ。たまげるよ。正面もらすよ、ほんとに。はい。次は、いよいよ、これだ、ドーン。やっとザブングル来ました。主人公機が一番出来悪いかんね。なんでだ、これ。筆箱みてえなんだけど、これ。やべえな、これ。筆箱だよ、これ。これもな、800円なんだよ、これ。もともと500円のはずだから、これ。筆箱。これは元の事情でね、こいつだけ、ザブングルの世界観で一番、世界観にそぐわないデザインなんだよ、これ。なんかサンバルカンロボ見てたよ、サンバルカンロボ。まあ、これはね、はい、いらないかなと思ったんだけど、買いました、今回。主人公が一番いらないっていうね。ウォーカーギャレだったらいいんだけどね。これはちょっと、ね。はい、お次はこれでーい、ドン。あ、でかいのちょっと。これ144だけど、大型マシンなんだよね。うん。ここだと比べて、同じ144だからね。うん。でも、このくらいになってくるとね、値段もちょっと跳ね上がっちゃうよね。当時これ、700円か800円かな。今1200円だけどね。うん。700、800円だったんだよ、これ。大きいだけあって、もうかなり出来もいいですよね。うん。ガラパゴスか、カプリコタイプかって感じかな。出来で言ったら。ガラパゴスも、パプリコも、144も100もどちらもね、外れないね。うん。でね、お次はこれだドーン。はい。チェンジビートタイプですね。これ売れ残ったんで不動在庫を買いましたね。あ、100分の1はね、まあポリキャップが付いてるんだけど、まあ、あって話すけどね。うん。まあ、144はポリキャップないからね、塗装は面倒いかもね。うん、部分ごとに作れないからね。はい、お次はこれだ、ドーン。これ、内見すげえ好きなんだけど、この、おっとりタイプ。ダチョウですね、ダチョウ。すごくないこれ。すごいよね。これはね、おすすめですね。俺、一番のおすすめこれだから。うん。出来はともかく一番のおすすめこれ。すごいよ、このモールドも。このほら、島板のこの、何モールドもすごいですよ、島板。わかる島板って。階段とかに使われてるあの部分、島板積んだんだ。すごい。これって100分の1出てんのかな、知らないんだけど俺これ。うん。お次はこれだーい、ドドン。ダッカータイプ100分の1ですね。でっけえ、これ2000円だから2000円。でっけえどー、すごいよこれ。これがイデオンキットの時期にこんな出てたんだよこれ。うん。バンダイさんやっぱ、ね、抜きんでしたね。うん。劇場版ガンダムの時期だよ、確かこれ。後かな？うん。まあ、その時からこうやってほら、もう、ね、スプリングはズゴックも使ってたけどさ、スプリングとか、あとこの100分の1で、何がすごいって、まあ、この、すげえ、細かい、まあ、その水転写で変わると、あとこれ、クリアーパーツと、あとこれ、ポリキャップ。すごくない？
だって MSV の100分の1とかまだなかったよ、基本的にポリキャップね。すごいよ、ポリキャップ、クリアパーツ、水転生デカール、スプリングが入ってるというね、すごい。しかもこれ結構塗装しやすいようにね、その分割されてるからね、すごいよ。うん、いや、あっぱれあっぱれ。うん、すごい。お次はこれだい、ダーン。はい、さっきも見せたね、ガラバゴタイプですね。うん、あの、どっちもできいいよ。144も100も。もうガラバゴスに外れなしと言ってもいいね。うん。いや、この動画誰が見るんだろうね、今回はね、これね。イデオンの動画並みに、誰得動画だからね、これ。マジで。この、じゃあポリキャップがさ、特殊な形してんの、ほら。これ、おめこみたいな形のポリキャップになって、ほら、ほら。特殊なポリキャップ、そしてこのクリアパーツ、ね、すごい、あっぱれ。これがね、ガンダム劇場版の時代に出てたと思うとね、素晴らしいっすね。ちょっと先、一歩先行ってるね、モールドとかも含めて。うん、とにかく島板の表現がすげえと思ったね、さっきのね、あのおとりスタイルね。うん、これリベットも素晴らしいね。最後はこれー、いったらん。はい、これ。カブルコタイプですね。うん。100分の1。だから、これすごいぞ、これも。これもね、あの、ガラバゴスに負けない。見てこれ、やばくない？やばくね？ 40 年前だぞ、これ。やべんじゃねえ、これ。すげんじゃねえ？かっこいいんじゃねえ？これ買わなきゃ損だよ。もうガンプラガンプラ言ってさ、ガンプラ買えねえよ。とかさ、下打ちしてる兄ちゃん。ねえ。持っておねえぞ、兄ちゃん。今ね、ティンプの真似、何、ティンプの真似だから似てないね、ティンプの真似。ほんとにね、下打ちしてまがったらね、あの、ザブングルも来いよ、兄ちゃん。ね。どうこれ。このまた特殊ポリキャップも、それごとに特殊ポリキャップがついてるんじゃん、もう。そのキット用の、すげえだろう、兄ちゃん。ね。ほら。クリアパーツ、すごい。この出来すごくない？やばいよね。マジガンプラ買えねえ買えねえ言ってないで。ね、皆さんね、ザブングルのキットも買いなさいよ。ね。後悔させないから買いなさい。ね。はい。ということでね、大特ザブングル、キットレビュー開封動画でした。じゃあな。